はい、皆さんのみさろうです。今回からポケットモンスターサン&ムーンの対戦実況をやっていきたいなと思います。ちょっとね、親が隣にいるんで、隣というか隣の部屋にいるんで、小声の実況になってるんだけど、ニセトロすごい重くないですか？止まったな。内部の方かな。まあいいや。で、今回使っていくポケモンなんですが、タイプヌル。こいつです。シルバーティーとして使うか、奇跡ヌルとして使うか、巷で意見が分かれてるらしいんですけど、いや、トリルヌルでしょう。ということで、今回ね、アタッカーのタイプヌル、カッコノーマルを使っていきたいなと思います。トリックルームを使うのはオーロット。なぜオーロットなのかっていうと、たまたま遊びに来てくれたやつですね。そいつをそのまま使っていきたいなと思います。まずね、この動画を視聴する際にあたって、注意事項がいくつかございます。このオーロット見ていただく限り、見ていただければわかると思うんですけど、H が V なだけなんで、基本的に、冷凍に潜る動画ではあるんですけども、ガチで冷凍を上げるという動画ではなく、冷凍で好きなポケモンを使って、いろいろと楽しみながらやりたいなっていうことをコンセプトにしております。なので、そちらを期待されている方、もしくは妥協個体を許せないような方とかですね、結構いらっしゃるんですよ。昔から動画投稿とかしてると、個体値妥協してんじゃねえよとか、H が V じゃないとか、わらわらみたいな感じの方がいらっしゃるんで、そこら辺はご了承いただければ。それで、どうしてもちょっとそこら辺が合わないなって思った方は、ブラザーバック推奨です。あと他は、ウルトラビーストを入れてお茶を濁そう。的な感じです。電樹木さん。まあ、トリル電樹木的な感じでもね、できるんじゃないかなと思っております。で、完全に見切り発車してるので、アイテムの方は全然足りておりません。では、早速やっていきます。ほっ。何、仲間大会。仲間なんかいねえよ。へぇ、大会参加するポケモングローバルリンク、登録が必要です。レーティングバトル。あれ？ですよね。よし、グローバルリンクやってきました。15分ぐらいかかった。いつもね、ログインしてないから、だいたいログインパスワード忘れて、もう一回メール送ってもらってって、どのメールで登録してるか分かんないから、それも分からなくて。おう、お、ワールドチャンピオンシップスシングル。レーティングバトルが全て本体の情報を登録します。さあ、初バトルです。ポケモンサンダム手持ち、はい、は、え、サトシ月光がってダメなの？変えてきました。旅パのガオガオインさんです。持ち物はお守りかばん。あ、VS。あ、待って、変えてるところなんだから。くそ。対戦よろしくお願いいたします。カプコケコさんがいる、カプテテフさん、ギルガルド、バンギ、鋼いるテッカグヤ、ルカリオ。きついっすね。鋼がいると辛いんですけど。ギルガルトさんが非常に辛いんですけど。ああ、電樹木出して、どうせコケコなんだろう。電樹木投げたいけど、ガーチョンプか。コケコ、ガーチョンプ、ギルガルトとか、そんな感じで来るかな。じゃあ、フェローチェで様子見だ。ヌル出せねえ。鋼多すぎだろ。待機中とか出すのやめてほしいんですけど。
へえ、ヌル出せねえじゃん。でも出す。スカルダム。対戦よろしくお願いいたします。お、ラブカスの T シャツだ。はあ、何言いたか分かんねえぜ。ガブ。フェローチェ。なんだろうか、知ったこっちゃねえ。レードビーム。ジーダーなんて言わせない。なんだっけ、ガブが、ガブかカプがスカーフなんだよね。スカーフですね。カップはなんだ。レードビーム。こいつフェローチのいいところはさ、素であれを覚えることだよね。レートビーも覚えてくれるから、メザコリヌ粘る必要がないという。ギャラリーがいるね、ちゃんと後ろに。ガルドで影打ちマンなので、いやー、影打ちマンか。ヌルで、タイプヌル初降臨。よかったな、やるあれがあったぞ。影打ち、効かぬ効かぬ。シャドウクロー一応持たせてるんですけどね。こいやー、キングシールド。おいおい、奇跡塗ると思ったか。もう一回待っていい？ガルドって何が多いの？今いけ。聖剣とかあったらやだなと思ったから殴った。はあ、弱歩じゃなくてよかった。どうせ禁止だろ。さあ、強いのが出来上がったぞ。これさ、タイプ鋼ゴースト出してくれるの非常にいいんですけどさ、私昔さ、あのヤヤコマとかでノーマル飛行でさ、あの意外とさ、ギルガルとかさ、炎飛行だと思ってシャドーボール打ってきて効果がない、ピキュンやったぜみたいなことやってたんですけどさ、これのせいで完全に無意味になってね。来いよ、カプテデフ。タスキか、サイコメーカー。足元が不思議な感じになった。チャキーン。ゼット剣の前だからな。ウルトラダッシュアタック。カプテ、さすがに H に振ってあって、D 種族値95あれば、サイコキネシスとかだって一発耐えると思うんだよね。シャドウクロー、そんなん使わねえよ。もっといい技があるんだ、こっちには。サイコ、5ターン出ちゃうんだ、そういうのも全部。メガネとかだったら死ぬのかな。死んだ死んだえーっと死んだね。スカーフねえんだよな。ちょっと待って待って、止まってなんで オーロットがあのゴースト半減じゃないんだ。フェロ、さだめき等倍でしょ確か。くそ
そでっかぐやとかだったらよかったのにな。さだめけ。さすがに一発じゃ絶対持ってかないでしょ。お前D高いでしょ確か。最後気です。ああどうしようかなこれ。ラスト道連れ効かないからね。先にオロットだったかな。お見通し。メガネ。やった。先にオーロットだった。ヌルスでも死んだんだよね。死んだ。死んだ。オーロットもクソもなかった。耐えなかったから無理でした。はい、停電ありがとうございました。まだ間に合い、あ、くそ、くそ。対戦よろしくお願いいたします。ルザミーレの位置に変えたかったんで、俺は。トゥトゥフ。あー、ルカリオがいる。ギャラガーチョンプ。しずくもだっけ？あれ、炎を半減して、水の威力上げるんだよね。で、ポリツーでしょ？ポリツーか。でも、フェロいるしな。ルカリオどうすかだよ、結局また。ね、そんな気するよね。待って、どうしよう。オーロットで、やっぱ張りたいよね。テデフだよな。せめてルカリオと対面でね。でもそういう時に限ってね、気合ボール外れんだよ。目返しだったらいいけどね。ギャラはもうすでに見なかった。こっち、お、今度自分が右側に来た。こっちがあれ早く決めたから。あれ、さっきの前は何だったっけな。対戦よろしくお願いいたします。すげえかわいい、おしゃれ。ペローチェ。親は今いなくなったからいいんだけど、ダウンロード、アタッカーか。いいよそういうの、素晴らしいよ。まあ奇跡で、なんか奇跡アタッカーでしょ。キュイガマン知るか。お、誰が出てくる。ギャラドス威嚇。気合ボールが関係ないけど入っていく。どれぐらい入るんですかね。うわ、勝って。気合ボールであれぐらいでしょ。冷凍ビーム2発でさ、どうにかなんねえかな。龍舞だろ君、どうせ居座れ。うわ無理だ、滝登り。さてどうすっかな。どうせ龍舞だろうと思ってたんだけど、打ってきたな。先取り、滝登り、ひるみ、レードビン、オッケー、完璧。おら、ひるめ。ゴツめだったくそゴツめだった。あ、ひるんだけどくそー、すべてが裏目に出ていく。あー辛い。もう知ってんのよ。あとはあれですね、ここでポリゴン2出てくるかだよね。とりあえずトリル張るか。うわ、バレた。くそ、とりあえずあれだね、鬼火とか撃ってきたようにみたいな。あー、トリックルームが出せないよ。道連れも撃てねえ、最悪。
へえ、独特なんだ。ゴツメギャだね。そう、地味にこいつは特殊。ああつろ、あー捨てかな。エナジーボール、キャラを残しとくか。これは残さないよね。滝登りしか持ってないやつ。滝登り独特、あと何ですかね。エナジーボール挑発。ポリツかな。挑発解けました。トリルは見せちゃってるんだよね。これルカリオか、もしかして。悩んでんな、ルカリオかな。ポリゴン2。うわ、ルカリオくせえな。最後特攻上がるねよ。よし、うわ、冷凍ビームでどうするかってやつか。素早さに関しては冷静で下がっちゃってんだよね。冷凍ビーム耐えるか。素早さ勝ってた場合道連れ、素早さ負けてた場合次安心してトリルが張れる。道連れ10万ボルト、冷凍ビームがない。ほい、道連れだ。毒毒が91、55、次死ぬけどトリルでトリルしましょう。あれか、道連れ警戒の10万ボルトだったのかな。今素早さこっち負けてるからトライアタックでターンを稼いだ。軸をゆがめた。オーロとこれで退場するのが一番いいんだけど、あれがもしかして最大。そうしたらここは相手はトライアタックでしょうから、エナジーボールだな。ちょっとでも削ろう。あー、 D ダウン効いたのいいけどな。41以降効かなかったね。あれがじゃあ毒毒最大ダメージだったか。さあヌル頑張ろう。剣の舞。これさ、トリルターン足りてる？足りてないよね、多分。ドクドク、まあ、空元気の威力上がるからいいんですけど、あ、向こうのがオセリアンのイジッパが裏目に出た。マジか。行くしかねえよな。行け。10万ボルト。うん、効かない効かない。行け。ノーマルゼロ。ヌルが解き放つ全力の Z 技、ウルトラダッシュアタック。本気を出す攻撃。いけー、ヌルだ。ダッシュしてない、高速でスライドしていく。あーっと、ポリゴン2に耐えられたらもう目も当てられない。よし、さすがに倒した。トリル残ってますか。残ってますね。来いよルカリオ、勝負だ。
勝負といこうじゃないか。シャドウクローとギガインパクトってギガインパクトの方が確か強いんですよ。150の 1.5 倍のあれだから、ここで決めよう。ここしかない。決めたらかっこいいよ、動画化するよ。決めなくても動画化するよ。ごめんね、ヌルって格闘技ねえんだ。残念ながら鋼に対しての有効度はシャドウクローしかありません。メガルカリオ、いやーギガインパクトでどうにかなるかな。倒したらかっこいい。ルカリオ消して、バルパン死ぬ、それやめて。よし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 、いけギガインパクト。声を枯らせない。大変ありがとうございました。悔しいの。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。今回の動画いかがだったでしょうか。楽しかった。本当に。うん。やっぱね、こういうことやってた方が俺は楽しいので、こういう感じでやっていきたいなと思います。そしてね、ルカリオがいっぱいいましたね。初めて対戦するし、まあ、対戦動画とかもね、レート動画とかも基本的に見たりとかしてないんで、前情報なしで突っ込んだんですけど、すごいね、4回しか、まあ、とりあえず4戦しかやってないんですね。まあ、ちょっとそろそろ親が今いないんですけど、パリピが帰ってくんでね、まあ、そのまでにちょっとやれるだけやりたいなと思って、感じで、まあいい感じの動画が2つ撮れたんで、まあ両方とも負け試合なんですけども、ヌルこれかどう、あれ見たっけ、忘れちゃった。いやー、よかった、面白かった。なんで今後もね、こういった感じの動画を投稿していきたいなとは思っております。ルカリオ4とか、ルカリオが4分の3出てきたんですよ。でやっぱさ、こじゃあウツロイドさんとかがいるせいでさ、ルカリオ超出てくるんだね。そもそも奇跡ヌルだからさ、普通はね、ヌルみたいな。なんで、とりあえずなんかもうちょっと対戦環境を整ったら、もうちょっと改良を加えればまた活躍する機会はあるかなと思いますので、俺はこのヌルをしばらく使っていきたいなと思いますが、っていうかそもそもカセットを一つしか持っていないので、私はこれしか使えません。いや、面白かったよ。予想はしてたけども、面白かった、すごく。電磁目使い道なかったね。うつろいさんが一回ね、パワージェムで3立てするっていうあれもあったんだけど、君はとりあえずあれだね、サトシギ効果は出せなかったから連れてきただけなんで。オーロットな、そう、先生の爪先生もちょっと使えなかったな。破壊光線とかも持たせてちょっとぶっぱしてみたかったんですけど、それよりもまあちょっと今回はね、トリルヌルでした。ではご視聴いただきましてありがとうございました。またなんか思いついたらやるかもしれないし、タイプヌルまた使うかもしれないし、これ下押したい時にライドポケモンになるのちょっと嫌ですね。まあその他にもいろんな実況投稿してたりするので、そちらもよろしければご視聴ください。ではまた次の動画、もしくは別の動画でお会いしましょう。さよなら。